俺がやってくから。ここが王立学園か。なんていうか落ち着いた感じのいい場所ね。静かだし勉強をするにはもってこいの環境みたいだね。今は授業中ですから、もう少ししたら途端に騒がしくなりますよ。学園祭まで間もないですし。なるほど、みんな準備に大忙しなんだね。はい、生徒会長に紹介したいんですけど、まだ授業中ですから。まずは学園長室に案内しますね。学園長室？王立学園の責任者であるコリンズ学園長のお部屋です。本館1階の右奥にあります。うん、了解。それじゃあまずは学園長に挨拶に行くとしようか。Thank you.
園長、ただいま戻りました。クローゼ君、戻ったか。おや、そちらの君たちは。はじめまして、学園長さん。遊撃士協会から来ました。おお、まだ若いのに遊撃士とは大したものだ。孤児院で火事があったそうだが、もしやその関係で来たのかね。はい、実は。そうか、大変なことになったものだ。わしらも何らかの形で力になれるといいのだが、まずは学園祭を成功させて子供たちを元気づけること、そこから始めるしかないだろうな。はい、そこでお芝居についてはエステルさんとヨシアさんに協力していただこうと思いまして。いい考えだと思うよ。エステル君、ヨシア君、どうかよろしくお願いする。あ、はい。微力を尽くさせていただきます。劇に関しては生徒会長のジル君に全てを任せている。監督も担当しているから詳しい話を聞くといいだろう。わしの方からは寮の手配をしておこうか。え？寮ですか？なんといっても学園祭までほとんど時間がない。おそらく毎日夜遅くまで練習する必要があるだろう。そうなると泊まる場所が必要になるのではないかな。あ、なるほど。それは助かります。ちょうど授業も終わりだな。早速生徒会長に紹介してあげるといいだろう。はい。エステルさん、ヨシアさん、次は生徒会室に案内しますね。この本館の右手にあるクラブハウスの2階にあります。うん、それじゃあ行きましょう。
忙しい忙しい。各出店のチェックと予算の割り当ては OK、 招待状の発送も問題なしと。残る問題は芝居だけか。このまま見つからなかったら俺たちがやる羽目になるのかね。